東区にありますルーパスシェイク豊かで一応作らせていただいてます。まあ、皆さんもすごい大好きな、お菓子だと思うんですけども、マドレーノアーマンドで作りたいと思います。で今日ですね、まず、作る前に、助手の方を紹介させていただきます。先ほども紹介あったと思うんですけど、鹿野拓夢さんが、ちょっと僕の助手についてくれるということで、今日はよろしくお願いいたします。はい、お手柔らかによろしくお願いします。はい、それではまずこちらですね、今日は作るマドレーヌアーマンド、はい、ぜひ寄ってください。はい、今がスクショタイムです。ぜひスクショしてください。よろしいですか。はい、一応今日はですねこちらのお菓子を、作りたいと思います。まず最初にこちらですね、今日用意した一応材料になってます。こちらローマッセ、そしてこちら黄身卵黄ですね、で全卵、そしてこちらが、グラニュー糖とトレハロースと、一応先にこっちも塩入れちゃいました。であとこちらがですね、薄力粉、そして強力、クリープ、そして BP ベーキングパウダーが一緒に入ってます。でこちらが、バターですねになってます。でこれら こちらのですねレシピの方を見ていただいたら分かると思うんですけど、一緒にしていいものこういう風に囲っておりますので、計量の時はまとめて計量しても大丈夫です。あ、すいません、あと1個忘れてました。生クリームとですね蜂蜜、そしてバニラに、バターオイル、もう一応ちょっともう混ぜて置いといたものになってます。はい、でまず最初に簡単にルセットから、説明をしたいと思います。今これからですね立て続けにこう作っていきますので、最初に一応作りながらも説明するんですけど、簡単に説明したいと思います。まずこのローマッセ、こちらですね、このローマッセをまあローマッセとこちらの黄身ですね、卵黄を一緒に混ぜていき、ペースト状のものを作っていきます。そして全卵も入れてペーストのものを作ります。で全部入ったら、グラニュー糖とトレハロースを混ぜ合わせます。そして、こちらのですね生クリーム、蜂蜜、バニラオイル、バターオイル、こちら全てのものが入ったものを、さらに一緒にします。そしてこちらのバターを、溶かしたものをこちらその全てのものにまた入れて、最後、粉を混ぜて出来上がりといった感じになります。はい、じゃあもう実際に作っていきたいと思います。それでは、まず僕の作り方なので、マドレーヌっていっぱいいろんな作り方ありますよね。うちは今こういう作り方でやるんですけど、いろんなタイプあります。例えば立てるものだったり寝かせるものだったり、いろんなマドレーヌってありますよね。基本は全部4度割りから始まってるんですけど、まあ、それをすごく変形して崩したものになってます。じゃあまず早速作っていきたいと思います。こちらまずローマッセですね。これをまずちょっとこう柔らかく、もうこちらは室温にもう戻ったものを使用しております。でこれに、卵黄をほんの少しずつ入れてきます。これを一気に入れちゃうとダマになります。ダマになっちゃうともうやばいんで、電話も鳴っちゃうしやばいですね。ライブ感、はい、ライブ感あります。でこの時に必ず注意してほしいのが、一気に卵黄を入れないこと。少しずつ少しずつ卵黄を入れながら伸ばしていきます。イメージで言うと、なぜダマになってしまうかっていうと、水の中に石ころを入れても混ざりません。だけど水の中にちょっと緩いものを入れれば綺麗に混ざる、まあ、そんなような感覚なので、少しずつ、はい、で普段ですねちょっとこれ今日出しっぱなしにしちゃったんで卵黄をそのまま出してるんですけど、うちでは温度管理必ず全部決めてます。なので卵黄も全卵も実は冷蔵庫に入れておきます。そして、生クリーム、蜂蜜、バニラオイル、バターオイル、こちらも全部冷蔵庫に入れておきます。そうすると温度がだいたい一定に保てるので、必ず本当は全部そういう風にして、冷やしたもので本来はやっています。で温調を取るのは実質、バターだけですね。バターを熱して、それで最終的に出来上がる温度帯を、自分たちで決めた温度まで持っていくようにしてます。まあ、一応こんな感じでこうだんだんこうペースト状になってきました。もうこのぐらい来ると、卵黄を一気に入れてももう全然大丈夫なので、今卵黄を全部、入れていただきたいと思います。
あとはまあ言えるのはやっぱ必要以上に混ぜないっていうことですね。全部いいですか。はい、もう全部言ってください。 あんまり今度必要以上に混ぜちゃうと、ローマ水から油がこうにじみ出ちゃったりするので、あまり不安だからって言って触りすぎちゃうのも逆に良くないんで、まあ、そこだけちょっと注意していただいて、まあ、適度に触ってもらうと、まあ、こんな感じでもうあのぐらい柔らかくなってるとこういうふうに綺麗なペーストになります。でもしここでもう粒々が残っちゃうと最初から最後までこの粒消えることないので、それだけ本当に注意します。はい、それじゃあ全卵お願いします。このマドレーヌすごく簡単なんで、本当にこうただ混ぜて最後1個にまとめちゃうっていうような感じなんですけど、すごくいい美味しい配合になってるんで、まあ、皆さんもぜひちょっと興味あったら作ってみてください。はい、そしたらこれに今度お砂糖を全部入れていきます。はい、お願いします。はい、もうこれで OK ですね。まあ一番マドレーヌでやっぱ大事、まあマドレーヌもそうですけど、どんな焼き菓子も一番大事なのはやっぱ温度だと思ってるので、自分がこう何度にして作りたいのかっていうのをこう決めてやるのが一番いいと思うんですけど、基本的には大体28度から32度ぐらいまでの間にお菓子の生地は大体作るようなイメージで作ってます。はい、そしたら次は、まあ、ほんとこれ軽くだけ、もうなんかガチャ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 混ぜないで、もう今全部合わさった状態でこれで全然大丈夫です。そしてこれに、はい、じゃこの生クリームですね、ちょっとこれ一回混ぜてからでしょうか。生クリーム、蜂蜜、バニラオイル、バターオイル、こちら全て入れたものを、入れます。はい、じゃあお願いします。まあ、これもとにかくガチャガチャ混ぜないと、もう合わさったら終わりでいいんで、さっと全体的に混ざれば、必要以上にも混ぜる必要が全然ないので、もうこんなんで OK です。あとはまあ僕結構気になり性なんで、こういう周りとか、例えば底とか取れてない時があったりとかするとやっぱ嫌なんで、こういうのはちゃんと取れるようにしてますね。はい、もうこれで OK です。で次は、こちらの温度がですね、本来だったらかなり低いんですよね、冷蔵庫と同じ温度なんですけど、今日ちょっと一部常温に出てたのもあるんで、普段はバターの温度を、85度で大体やってます。そうするといつもと大体同じようなものができるんですけど、今日ちょっと環境が違うので、まあ、ちょっと70とか75度ぐらいでやっていけば、大体最終的に28から32度ぐらいになるのかなと思います。今何度ぐらい？今75です。じゃあそのぐらいでいきます。一応こっちの温度も測ってみてもらっていい？こっちが20、はい、こっちが21ぐらいですね。はい、じゃあお願いします。大体70ここですね。はい、じゃあお願いします。もう全体が合わされば OK です。こんな感じで合わさればもう OK ですね。そしたら次に最後、ふるっておいた薄力強力クリープ、そして BP を一緒に入れます。はい、お願いします。
にかく必要以上に混ぜないと。で、あと今これ今何度になってるかな、かのくん。うん、だいたいやっぱり28度ぐらいですよね。うん、まあ、このぐらいだとだいたいそんなに悪くないものができるかなと思います。でこれなぜ最初に熱いバターから入れたかっていうと、ベーキングパウダー最初に粉と一緒に混ぜちゃうともうガスが出て反応しちゃうんですよね。だから、先に、バターを入れて温度を1回落として、それから粉を入れるようにすればベーキングパウダーがそんなに反応しなくなるので、それが理由で最後に粉にしてます。はい、これで一応生地の完成になります。でよく寝かせるタイプもあると思うんですけども、これは作ってすぐ絞れます。一応こちらの型に絞っていきます。で一応こちらが1個、45g ぐらいに。あ、じゃあこれ入れる？